さん対草壁さん、草壁さん、はい、なんか結構なんか20年選手の噂が実は。そうなんですか、草壁さん。はい、それ嘘ですね。あ、嘘ですか。だって20歳だもん。え、だからゼロからやってっかもしれないじゃん。ねえ。親を疑う。あれ、なんか誤情報でした。すごいですね、なんかメッシみたいな感じで、ね、3歳からボール触ってますみたいな。そうそうそう、誤情報です。お腹の中で SA どうすっかなってね。キャラどうすっかなって。やばい、20年選手が。あ、いいんだ、俺は平気さん応援しなきゃいけない。そう、きついですよ。これね、負けてる方応援しちゃうんですよ。まあまあまあね、そうなんですけどね。しかもお互いこれ同じチームだから、ワンピーだからね、マイク握ってるのが、ね、確かにね。なのに両方とも平吉さん応援しないしないって。なんで取ったんだって。さあ、キチニーが、さあ、この端はきつそうですね。キチニーが熟練の技で、うん、逆に端追い込んだら相当ネクロ強いですからね、まあ、そうですね。もし隠らないが、まあ反角もないということで、うん、これ投げから肘引きチューポン入っちゃいますもんね。入っちゃいますね、強いですよこれ。投げから技がつながっちゃうっていう、うん、最強キャラですね。さあここから、さあ、これはまだ圏内ではないが、 あの距離の垂直置きが強そうだね、誠。あ、強気にいきましたね。さあここからきついですよ。さあ、地獄、誠は地獄ですよ。あー、ネクラパ使って足りる。はい、うちのチームが勝ちました。勝ちました。続きまして、とても公平な、あがつまさん、あがつまさん、あがつまさん、ヘブンさん、